このラジオは心地よく眠りについてもらうため、15分程度さまざまな話題に関してゆるく話していくタイプのラジオです。さあ、今回も、みたらしとずんどうでお送りします。はい、お願いします。さあ、いやー、最悪ですよ。どうしたんですか？最悪ですよ。どうしました？さっきお風呂入ったんですよ。はい。で、まあ、体拭くじゃないですか。はい。体拭いて、まあ、ドライヤーまではなんとか行ったんですよ。ああ、なんとかね。そのまま、うん、なんとか。お腹痛い。何？どういうこと？じゃあ、した。ギリギリだったの？それは。いや。ドライヤーの時点で。いや、ドライヤーの時点でギリギリとかじゃないんだけど、なんか、綺麗な体で、なんかすぐうんちするっていう、なんか敗北感。そんな、洗浄してるんだ、お風呂で。お尻の穴まで。するでしょ。え？え？どうなってんの？あなたのお風呂のルーティーン。なんかさ、あるじゃん、人によってどっから洗いますみたいな。うん。そのルーティーンの中に、あの、お尻の穴っていうのが入ってるってこと？うん、まあ、入ってるんじゃない？入ってんだ。無意識で洗ってるから分かんないけど、お尻の穴も洗ってるのは確か。洗ってるね、それは。うん。お尻どこまで洗ってんだろうな。お尻の穴まで洗ってるな、確かに。洗うよね。え、グリグリしてないよね、別に。してないよ。食い気味で言うけどしてないよ。それなら別に俺も洗うわ。それぐらいは。洗う。うん、ああ、そうそう。じゃあ関係ないでしょ、それぐらいなら。関係ない？ポジティブだね。だって拭けば一緒じゃない？まあね、まあ、オシロとしてからまあいいんだけど。ああ、またなんかでもトイレとトイレの話に持ってかれ戻っちゃう、戻っちゃう。持ってかれそうになる。好きだね。オシュレットトークになっちゃう。オシュレットーク好きだね。なんか昔、バカリズムが、ウォシュレットのやめ時がわからないっていう話をテレビでしてたのを今思い出した。永遠にやっちゃう時あるしね。そうそうそう。一回、休みの日に、最後までやりたいって言ってた。最後までって何？だからもう、気の行くまでみたいな、その、もうなんか、そんなこと言ってたかな。バカだな。まあでも、とにかく、そう、終わり時がないから、やろうと思えば何時間でもできるから、最後までやってみたいみたいな。強っ。戻りますか、はい、戻りますか。あれだよ、あの、今日俺がお風呂でお尻の毛剃った話とかも別に、うん、聞きたくなかったそれ剃るタイプなんだ。剃り出したら剃り出しちゃったね。誰も見ないよ別に見られるからじゃっていうよりも、ね、じゃなくて汚いなと思って、単純に。ああ、うんちが絡まるから。そうそうそう。違います。こんな話をするわけじゃないです、今日は。はい。今週の壮絶な一週間の話を僕はしたいんですよ。自己満だけど。あ、お腹痛い話はもう終わったんですね。お腹痛い話は終わった、終わらせる。違う違う、俺の親知らず日記だよ。あ、いや、なんかそのお腹痛いからこう繋げていくんかなと思って。ああ。じゃあお腹痛いよ。まあ、なんか負けた気分を味わわせたかった、一緒に。うん。まあでも、痛いつながりの話。まあまあまあ、それもあるね。何ですかね。何かは全然知らないんだけど。うん。親知らず日記ですよ。言ってましたね、なんか。うん。親知らず抜くみたいな。そうなんですよ。そう。第何回だ？ 3 回か4回で、親知らずを抜くっていう宣言をしてたと思うんで。けど、はい、それがようやく、まあ、終わったというか一段落してるんで。あ、終わってはないんだ。あー、そっか、まあ、抜歯とかあるもんね。まだネタバレだねそう、だからちょっと、まあ、共有がてらこんなことあったよっていうのをただ話す回だね、今日は。なるほど、抜歯とかあるもんね。うん、言うねだ、ってことは、だから入院してたって。そう。ちょうど、一週間。一週間入院したの？違う。ちょうど一週間、経ちました。抜いてから。
はいはいはい。今日。っていう段階ですね。痛みの方はいかがなもんですか？痛みの方はね、そこそこありましたよ、そりゃ。え、いや、現時点では？あ、現時点ではだいぶ落ち着いた。口内炎とどっちが痛い？今は口内炎。ああ。じゃあだいぶ口内炎の勝ち。え、うん、何日目で口内炎とのその、レースに。口内炎ってそんなさ、いやじゃあなんか基準になるんす口の中の痛みって口内炎以外なくない？あ、虫歯とかはだって人によるだろうし。まあ、口内炎か、うん。口内炎で表すと、まあ、実際なんか何日目だったかな？ 2 日目、うん、抜いて2日目ぐらいに、うん、なぜか口内炎ができて、はいはい。その時は口内炎の方が痛かったかな。ってことは2日目の時点ではすでに、まあ、口内炎の方が、あれなんだ、うん、勝ってるんだ。まあ、通常時でね、動かしたりしないで。ああ、口閉じてたりしたら。そうそうそう。なるほど。逆に、痛み出すのはいつなの、うん、痛み出すのは、まあ、当日の、まあ、夜ぐらいかな。なるほど。めちゃめちゃ食い気味やん、ちょっと。いや、ごめん、ちょっと順番に話してじゃあ。オッケー、順番に話していくわ。なんか段取り決めてるかもしんないから、じゃあ、うん、ちょっと準備してたからさ、初耳の感じで聞くから話して最初から。オッケー。まあ大体大まかな流れですね、まず。うん。まあ今日金曜日なんですけど、先週の金曜日に有給をまず取りまして、うん、まあ金土と一泊二日で行ってきたんですよ。一応一泊だけど有給取ってやったんだね、うん、そうそうそう。土日では行けない。なんか月水金から入院しかできないみたいで。難しいねそれ。そうそうそう、だから金曜確定じゃんそんな。そう、月水とかにすると有給2日取らなあかんもんで、うーん、取らざるを得なかったよね金曜。なるほど。前も言ったかもしれんけど、まあ、2本同時抜きだと1泊2日、うん、で3本以上かな、うん、だと2泊3日っていうプランに、はいはい、まあ、自動的になるんだけど、うん、まあ、今回2本下の歯2本だったもんで1泊2日で先週の金曜土曜と行ってきたわけですよ。お、楽しいですね。楽しかったよ、まあ、ざっと言うと、うん、金曜の朝、うん、午前中に、まあ、入院スタートですよ。で、お昼ご飯食べて。え、何もしてないけど、まずお昼ご飯から入るの？そうそうそう。飯食いに行ってるじゃん、それ。最初は飯食いに行ってよ。いや、もう昼過ぎに行けよ、それは。本当にこれいるんかなと思ってよ。なんか大事なんかもしれんね、もしかしたら。その、術前にあんま刺激の強いもの食うな、みたいな。麻婆豆腐って言ってたけどね。いや、えぐいな。殺しに来てるな。来てるな。で、午後に、3時ぐらいだったから抜いて、うん、で夜、まあ、何もすることなく一泊、うん、で、あ、次の日の朝に、まあ、ご飯食べた後診察して、うん、まあ、退院っていう大まかな流れですよ。はいはいはい。で、まあ、今回俺の場合は金曜日の朝に、まあ、入院しますってなって、うん、最初手続きと、まあ、大体の説明、うん、どんなことしますよとか、こんなことしてくださいね、みたいな、うん、説明をされたんだけど、看護師さんに。うん、まあ、ここでポイント1が、その看護師さんが、まあ、結構タイプだったっていう。あ、ロリ系ね。まあ、この人覚えといて。まあ、俺、あだ名舞さんってつけとるもんで。はいはい。うん、舞さんはちょっと、また出てくるから覚えといて。ロリ舞さん。で、そう、説明をされたんだけど、うん、なんか同じように親知らず抜く人が他に3人いて、あ、患者さんとして、そう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 、もうまとまって説明されたよね、うん、まあ、同年代ぐらいの女の子2人と男の子1人、うん、だからまあ一瞬ちょっと合コンっぽくはなったよね。もうあれじゃん、なんだっけ、自動車学校の合宿みたい。いや、そんなイメージ。行ったことないけど。俺もないけど。すごいそれだね、そんなイメージ。楽しいやつじゃん。同じ意思を持った4人が揃うみたいな。確かに。公衆ダリーっつって。まあ、一泊使ったから全然喋らんかったけど。別にその時以外では顔合わせたりはしないんだ。まあ、なんか廊下ですれ違うぐらい。ああ、で、なんか。一回。あ、
みたいな、授業同じ、そうそうそう、大学で同じ授業取ってる人だみたいな雰囲気は出る。あ、見たことあるぐらい。あっともってやつだね。そうそうそう。で、まあ、とりあえず説明聞いた後、まあ、部屋それぞれ移動して、うん、まあ、これも後で詳しく説明するけど、4人部屋入ったよね。うん、で、とりあえず、まあ、最初のご飯は食堂で食べたんだよ。うん、まあ、動けるうちはねっていう感じで。動けるうちは、そう、自分で歩いて食堂行ってご飯食べてみたいな。はいはい。で、まあ、俺って潔癖じゃん。そうだね。まあ、案の定なんか、大学の食堂みたいなお皿使いやがるんだよ。天敵じゃん。いや、それ本名だよ。寸胴の。寸胴の。天敵じゃん、それ。そうそうそう。だからさ、まあ、まあもう、大人ですからね。まあ、ちょっと嫌だったけど、ちゃんと食べましたわ。もう、完全に質も大学の学食ぐらいのイメージ。うん、ああ、思ったよりね、美味しかった。ああ。まあ、学食ぐらいなんかな。多分学食ぐらいだと思うんだ。ああ、もう、食べないもんね、確かに。ね、学食で。味覚えてないだろう、ね、あんま食ってなかったから、うん、思ってたよりまあ美味しい印象だった。あーってことは学食ぐらいだな、それぐらいか。で、美味しくって、ま、戻るんじゃんね、部屋に戻って。この学食のお皿の説明しなくてもういいかな。いや、もう知ってるでしょみんな。いや、みんな知ってんの、これ周知の事実。学食、大学、まあ、中学校、小学校、うん、共通するやつだよね。そうだよね、別にプラスチックの、うん、食器って、給食の食器も似たような感じだよね。そうそうそう。あれ、給食ってあったよね。あったよ、あったよ。中学校、高校もあった？高校はなかったよ。中学校はあった。中学校はあった。はいはいはい。この辺もなんか場所によるからね。ああ、うち中学は、うん、なかったから、給食は。え、何食ってた？なんか怪しい弁ランチっていう制度だったんだよね、確か、うん、ランチ、うん、なんかお弁当持ってくる人は持ってくるし、うん、C ランチ、D ランチっていうのがあって、あ、それをこう、何、だから2種類しかないんだけど、選択肢は。 AB は AB は、ね、月に1回ぐらい回ってくるその食堂で食べれる日みたいなのがあって、うん、その日になると A ランチか B ランチが食べれる。でその2つは美味しいんだ。あ、そうなんだ。CD はまずい、ね、CD はまああんま美味しくない。給食の方が全然美味しい。冷えた弁当みたいな。相当じゃん、うん、相当じゃないですか。そうそう、だから、そうで、あれぐらいの食器はじゃあ全部基本嫌なんだね。まあ、基本的にまあ好まないね、うん、別にね、みんな給食のおばちゃんが綺麗に洗ってくれてるんだけどね。まあ綺麗に洗ってるからこそだよね。え、どういうこと？え、あ、もうおばちゃんが洗ってんのが嫌なの？違う、おばちゃんは好き。いや、給食のおばちゃんはみんな好きだもんね。うん、いい人だからね、うん、絶対に。綺麗に洗ってるから。からもう何回も使ってる感じが嫌やん。あ、清潔じゃなくて、うん、新しいか古いかみたいなとこ。そう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 。なるほどね。あの、汚れてるじゃん、なんか、黄ばんだりして。まあまあ、蓄積したやつは、そう。あるもんね。漂白しないと。ちょっとあんまりね、受け付けないんだよ。なるほどね。そう、それいつやつ、潔癖トークになってるから、今。いや、まあまあ、しょうがない。で、だから、どっちにしろ、その、お皿、うん、そういうお皿を総称して、食堂の皿がダメっていう、うん。のの説明だったっていう。うん、うん、まあ大事だね、俺らを知ってもらうためには。そうそうそう、もうあの、うん、あれ、寸胴といえば大学の皿みたいな、うん、なんかちょっと違うな、あったからさ。はいはい、終わって。そう、ご飯食べた後戻って部屋に、うん、とりあえずまあ点滴されるわけですよ。なんかよくわからんけど、ほう、入れるものがあるらしいわ、うん、で、まあ、とりあえず、看護師さんに、利き腕でどっちですかって聞かれるじゃん。うん、まあ、右ですよ、って、うん。で、じゃあ、左に刺しますね、って言って、うん、あ、左手に刺してくれるんだ、よかった、と思ったら、めちゃめちゃ右手側に回り込むやんね。うん、あれ、右手に刺すんですかって言って、うん、まあ、間違えられるっていうのが、まあ、はい、まあ、難しいよね。まあね。右から見るとね。
向こうから見た右は左だからね。まあ、ちょっと難しいよね。難しい、ね、うん。まあ、そんなこともありまして、うん、まあ、左手に、まあ、とりあえず刺されたわけですよ。はいはい、で、まあ、まあ、点滴終わって、まあ、ちょっとしたら、まあ、お呼び出しがかかって、まあ、いざ、抜きに行くわけですよ。はいはい。まあ、トータル30分くらいかな。手術室みたいなところに、こう、寝っ転がったまんま運ばれるの？なんかね、そんなイメージじゃなくて、本当に歯医者みたいな。歯医者の椅子に座らされて。そうだよね。まあ寝かされる。普通歯医者だよね。うん。うん、だと思う。そう。で、寝かされて、一応何？手術でかけるような、なんていうの？切るところだけ見えるような布。はいはいはい。布。そう。あれを口にかけ、かぶせられて、うん、とりあえず麻酔を右で3、左で3、打たれて。3回打つってこと？そう。3回打たれて、それは歯茎とかにぶち込まれる。そう、それ痛いよね、もしかして。なんか歯と歯の間のやつがあって、うん、めっちゃそれが痛すぎて、なんか昔1回だけ歯医者で麻酔されたことあったけど、うん、あれは痛いよね、うん、普通に痛かったような。俺初めて言ったわ、なんか嫌だよね、痛すぎて歯茎に針刺されるの、うん、そう、痛すぎてさ、本当に震えてたもん、その後。その後、あと何回続くんだみたいな。なんかもう怖すぎて、うん。手術はまあ怖いよな。そう。めっちゃ怖かった。てか痛かった。もともとまあ注射が得意じゃないっていうのはあるんだけど、うん、余計に怖かったわ、あれだけは。なるほど。で、まあ、右さん左さんって言ったんだけど、うん、左に関しては、なんか麻酔しても痛くて。麻酔しても痛い。そう、歯が。それは何？まだ何もしてない時に。抜くときに。抜くというか、はいはい、まあ、削ってるか分かんないけど、何してるか分かんないんだけど、いじってるときに痛かったもんで、結構まあ普段だったら、普段というかまあ、結構我慢する方だからさ、うん、特に何も言わずに終えることとか結構あるんだけど、いろんな場面で。さすがにそこは怖くて言ったよね。喋、うん、れるの？もう手挙げた。あ、一応、うん、あれなの、痛かったら手挙げてくださいね、の。あ、スタイルだった。あ、そうなんだ。もう怖すぎたから最初喋っちゃったけどね。あ、やべやべって。プレデターみたいになるやつつけさせられてた？何プレデターみたいなやつって。歯茎むき出しにする機械みたいな。あ、それはなかった。あ、それしないんだ。人の手だった。うん。口開けたままなのは、じゃあ自分で保っとかなきゃいけないってこと？なんかめちゃめちゃ引っ張られた。いいって。ずっと？ずっと。手で引っ張るの、ひたすら。ひたすら手だった。そんなことある？歯医者ですら、なんか、その、口開けるための機械みたいな。ほんと？俺、使ったことない。そんなことあ、あの、歯医者行かないってことか。うん、歯医者行っても、で、上の歯もそんな感じで確かに抜かれたよ。手で。てかもう上の歯はやったんだ、前。上の歯はもう、2、3年前ぐらいに終わっとる。その時は別に入院はなかったの？そう、何もなかった。ああ、やっぱ下の歯は特別なんだね。特別だね。ベルトアースオリジナルだね。それは、おじいちゃん来ちゃうね。来ちゃうね。でもとりあえずね、何されてるか全然わかんないんだよ。目も開いてないというか、見えないし。そうやってその局所麻酔なんだよね、別に。意識は局所麻酔全然ある。あるある。あるけど、なんかすごいウィーンって音と、ガリッガリッっていう、うん。工事現場じゃん。そう。およそ自分の体に何かされてるとは思えない。うん。土日とかに聞く音。建設されてるやつだよ、ね、やばいよね、それ。マジでわからんのだって、未だにわからんもん、何されたか。そりゃ怖いな、確かに。うん。で、終わって、粉々になった歯が見えたぐらい。ああ、その何、隣に置いてある台とかに粉々の歯が乗ってんの？うん、乗ってるって、その時はなんか歯持って帰りますかって見せられて、歯がめっちゃ粉々だった。ああ、持って帰る人おるん？うん、なんか一応聞かれた。いらないですとは言ったけど。ああ、まあでしょうね。綺麗、まあ、ならまだしもねっていう。いや、まあ歯なんてさ、だってもう20本ぐらい抜けてるしさ。うん、昔20本は言い過ぎたか。20本ぐらいじゃない？でも抜けてるよね、トータル。うん、なんか
下の歯は屋根の上に投げて、うん、上の歯は地面に向かって、そう、柄の下ぐらいに投げるみたいな、うん、下な、やったからもういらないでしょ。で、じゃあ捨ててきたんだね、それは。捨ててきた、うん。でとりあえずそれが終わって、終わった後なんか全部受け切ってるか歯が、うん、それを確認するためにレントゲンを、まあ、撮るんだけど、うん、なんかもう一応麻酔局部だけど麻酔が効いてるもんで、うん、車椅子で移動しますよみたいな。ほう。だからすごい若いお姉さんが運んでくれるんかなと思ったら、うん、まあ、なかなか お年を召したおばあちゃんが俺を運ぶっていう光景だったね。押してくれるんだ。そうそうそう、まあ、そりゃそう。めっちゃ恥ずかしかった。めちゃめちゃ、いやそれはね恥ずかしいよね絶対。こんな若造車椅子なみたいな。まあそのしかも本当に車椅子が必要ならそうなんだけど、うん、元気そうな人が車椅子乗せられてるのを見ると なんかこっぱずかしいよね。そうで、その時実はまあもう一個事件が起きてて、車椅子移動中になんか点滴刺したところが左手のね、うん、すごいパンパンに腫れとって。点滴はちなみに刺しっぱなし？うん、刺しっぱなし。もう手術前に刺したやつをずっと、そう、カラ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 つ。それは何なの？あ、で何なのかっていうのが、なんか血管から針が抜けてて、まあ刺さってはいるんだけど、うん、血管からは抜け取って入れてる薬かなんかわかんないけど、それが漏れてるらしくて、そこでパンパンに腫れるらしい、腫れてたらしい。だから。捕まった、うん、肉の間とかに液体が溜まってるみたいな。そう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 、痛いの？いや、なんか痛くはなかったけど、めっちゃ痛いとは聞かれた。だから本当は痛いはず。打ちどころが悪かったら痛いみたいな。そうそうそう、そんな感じ。だから また刺し直したんだけどさ、後で、うん、後に、うん、なんかこれ結構パンパンに腫れとったもんでさ、うん、これいつぐらいに引くんですかって聞いたんやって、うん、まあすぐ引くもんだろうなと思ったら5日ぐらい引かないですよ。へえ。筋肉増えた状態で5日間過ごすのみたいな。ちょっと写真をね、実はまあ見てるんだけど、見てたな、そういえば。見てなか、今送られたことにしてもう一回見るわ。いや、すごかったわ。あ、そう、これねすごいよね本当に。筋肉もう一個できてるもんね。痛々しいもん、めちゃくちゃ。めっちゃ触っても気持ちよかったけどね、ムチムチしてて。ぷよぷよなのこれ。いや、ちょっと張りはあるよ。張りはあるんだ。ちょっと張りはあって、ちょっと弾力あるね。へえ。血の方がむしろみんな気になってたね、歯より。みんな？押してくれるおばちゃんもだし、レントゲン撮ってくれるおじいさんも、これ大丈夫かねって。ってことは相当レアなんだ。そこまで張れるのはやっぱ。うん。この相当ミスしたんだ看護師さん。かな、まあ、右と左間違えてるぐらいだからね。まあ、確かにね。いや、まあ難しいからね。それは慣れてなかったんかもね。かもしれん。そういえばその人あれだわ、刺すときさ、うん、もう強制的に寝てくださいって言われた。寝転がってくださいって。なんかあるんだ、寝てった方がやりやすいとか。やりやすいから寝てくださいって言われたね。結構雑めに。しかも寝てない方が血管とか出そうなの？いや、関係ないんじゃないそれは。なんか血管が見えにくい人はむずいっていう話は聞いたことある。うん、俺の血管見たことある？いや、ないけど、常人男性はまあ、出てる方なんじゃない血管って。うん。その若いと、そうだと思う。あれだけど、パンパンにね、膨らんだ人とかだと、うん、血管があんまり見えづらくてとか、うんうん、難しいとか、そういうのは聞いたことあるけどね。多分めちゃめちゃ出てる方だからさ。そう。だから。まあ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 、まあまあ、これ以上やめとこう。検索は。よくない。まあね。まあだから慣れてなかったんだろうね。そうそうそう。うん。でもとりあえず、まあその、と思んちゃかあって、うん、まあ、レントゲンも取り終わって、問題なく全部抜けてました。で、また美容室戻ってきて、うん、まあ、正直麻酔とか効いとったもんで、その時は全然痛くはなかったかな。うん、で、まあ、ちょっとしてからこの点滴の差し直しが始まるんだけど、はいはい、
注射嫌いだからさ、本当にやめてほしかったんだけどさ、うん、でも左手パンパンに腫れとったもんで、うん、しぶしぶ利き腕の右手に、まあ、刺しますよってなって、うん、あ、でここで出てくるのがあの最初に登場したマイさんなんで、はいはい、そうマイさんが出てきて、うわラッキーと思って、ロリのマイさん、うん、そう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 、マイさんが、まあ、右手に刺してくれたんだけど、うん、1回目なんか刺されて、あれ入らないって言って一回また抜いてそれ1回目終了ね、うん、ただ痛かっただけみたいな、うん、で2発目刺す、同じとこに刺すのそれ、あ別のとこ、あ2発目刺す、なんか明らか神経に当たってるんだってビリビリして、へえ怖っ、痛っつって、痛いですかっつってで抜く、2回目終わる、うん、で一旦なんか針をもうちょっと細くすると入りやすいですよみたいな、うん、太さとかもあるのか、うん、あるかもしれないらしくて、うん、でただその細い針だとやっぱ抜けやすいですみたいな、あそっちなんだ、なんかその必要量が出ないとかじゃないんだね、うん、そこは関係なくて、うん、入りやすい抜けやすい、うーんで抜けたらまた刺すみたいな、そんな気軽に抜けてくれるんだ、いやと思ってたんだけど、うん、まあ、実際そんなことなくて、そうだよね、そんな抜けられても困るよね、うん、そうで、どうしますかって言われてさ、もう分からんやん、こっち初めてだし、分からん、もう分かんないんで好きな方でいいですよって言ってじゃあ難しますねって笑顔で、まあええかっつって、かわいいんやわ、うん、じゃあええかっつってで取りに行って帰ってきて、うん、で3回目でようやくなんかちゃんと入りました、うん、でもマイさんちょっと若手なのか分かんないんだけど、ちょっと人呼んできていいですかっていきなり刺さってる状態で、うん、怖っ、うん、そうで刺さってる状態で針が、うん、もう一人の看護師さん呼んできて、え、でも刺さってるのは別にもう普通じゃないの、だって刺しっぱなし、あ、刺さって、あと固定しながら、あーなるほど、あのテープで固定みたいなのをする前にってことね、うん、そう、どっか行っちゃって、うん、また新しい、まあ、先輩なんかな、うん、が来て、え、これどういう状況そりゃそうだまず、うん、そりゃそうだ、これ刺さってる状況ね、よく分かったなって思った、まあまあまあ刺さってる状況は刺さってる状況なんだけどそうで、まあ大丈夫だねって結局大丈夫で3回、うん、トータルかかりましたよと。ああ、一応あれなんだね、1回やっちゃってるからもう左で、うんうん、もう次はねえぞっていうことで確認をしてもらったんだよね、プレッシャーかな、うん、ああそう、でなんかその人曰く、うん、まあ、こんなはずじゃないんですけどねっていうボソッとしたつぶやきと、やっぱ筋肉質なんですかね、漏れやすいんですねっていう、漏れやすい、なんかあの液が血管から抜きやすい、そんな点滴あるあるみたいな、うん、俺も全然わかんないですけど、そうなんですねっていう時間があって無知だからこっちは、そうだね、うん、今まあだからそういうのでみんなうなずいてるんだろうね、そういうのを聞いた看護師の人たちは、うん、もう次は俺いけるわ、何が次点滴やるときは多分漏れますよっつって、あ僕筋肉質なんでっつってやだな、そんな、やらしいな、そんな感じはやだわ、やだわ、感じ悪いわ、なんかやだわね、じゃあっていうね、恐ろしさがあったんだよ、腕はそれで左はパンパン、うん、右は特に何もなく、右はまあ余分に2箇所刺されたぐらい、ああじゃあまあ大丈夫だね、まあ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 大丈夫、でもとりあえずその点滴はなんとか行きましたと、うん、で、お前抜いて点滴も一段落、編集中の、頭脳です、この動画、非常に長くなってしまったので、前編後編2つに分けたいと思います。で、あとこの前編の動画に出てくるマイさんなんですけど、なんでマイさんかっていうのは、説明させてもらうと、一人前食堂のマイさんっていう方ご存知ですかね、その方、まあ、ちょっと可愛らしい小柄な方なんですけど、
顔が非常に似てまして、ママイさんとつけてます。まあ、ぜひそちらの方もよければご覧いただければなと思います。